コバナナ生クリームにして大正解。やっぱりクレープといったらこれが定番だよね。うるせえな、黙って食えねえのかよ。おいしいものはおいしいって口に出して食べた方が何倍もおいしくなるんだよ。アホくさい、そんなわけあるか。だけど本当においしい。ほっぺたがとろけてしまいそうです。うんうん、わかるわかる。キヨカは何頼んだの？アイスイチゴチョコホイップです。あー、そっちも気になってたんだよね。これとそっちどっちにするか迷っちゃったもん。一口食べる？いいの？うん、どうぞ。それじゃあお言葉に甘えていただきます。おいしい、アイスが冷たくておいしいね、これ。はい、お返し、こっちも食べて。ありがとう、いただきます。おいしい、おいしいよ、ほのちゃん。でしょ？クッキーも食べる？いらねえよ。そう言わず一口。だからいらねえっての、しつこいぞ。あの子たちを見ていると和むわね。和気あいあいとするのも結構ですが、今後について話し合いましょう。まずは。あ、アルダマ。いいねいいね、食後の運動にはもってこいだ。私のために出てきてくれてありがとうよ。愛してるぜ、私のアラダマちゃん。思わぬ邪魔が入りましたが、今後我々は鎌倉へ向かいつつ、赤羽島及び南無薬師影光の探索を行おうと思います。反論のある者はいますか？赤羽島を探すってことは、それに惹かれてやってくるアラダマちゃんたちをぶった切っていいってことだよな。無論です。アラダマ殲滅は都市に課せられた使命なのですから。よっしゃ、アラダマちゃんたちと遊べるなら何だって構わねえよ。難しいことはよくわかんないし、ミリアさんに任せるよ。私もそれでいいと思います。瀬戸父、あなたはどうです？正直なことを言えば、私はあなたを、総楽学長のことを信じることができないわ。けれど今は従います。ありがとう。では参りましょう。影光を探すのはいいんだけど、何か当てとかあるの？なんとなくここら辺にあるぞみたいな。残念ながら皆無です。何もねえのかよ。これまでいくつかの手がかりを得たことはありますが、そのすべてが空振り、次につながるような有益な情報を得るに至らず、今に至ります。しらみつぶしに探すしかないんですね。現状我々にできるのはそれだけです。じゃあ赤羽島を探して回収する方がメインになるのかな。いいねいいね、赤羽島のあるところ、アラダマちゃんたちが大量に群れてるもんだ。どこにあるのかわからねえもん探すよりよっぽど有意義じゃねえか。これからもたくさん戦わないといけないんですね。心配すんな、アラダマちゃんたちは私がやる。お前らは休んでていいぜ。そういうわけにはいかないでしょう。みんなで力を合わせて頑張りましょう。必要ねえよ、私の楽しみを奪うんじゃねえっての。みんなで頑張りましょうね。だからみんなで頑張りましょうね。わかったよ。わかってくれてお姉さん嬉しいわ。チーネーってたまに怖いよね。ところで影光ってどんなお刀なの？鎌倉時代末期、備前国の名工影光によって作られた太刀、永禄11年
駿河侵攻に先立ち、武田信玄より浅間大社に奉納されたとされています。歴史的なことは分かったけど、どうして大荒玉に有効なの？他のお刀と違って何か特別なの？それは、なんだ、私に会いに来てくれたのか。歓迎するぜ、愛しの荒玉ちゃん。よし、ケーキ漬けも済んだところだし、行くならさっさと行こうぜ。私を荒玉の元へ連れて行け。目的を間違えてはいけません。私たちに与えられた使命はあくまでも赤羽島と影光の探索です。荒玉との戦闘は最優先事項ではありません。くれぐれも独断専行は控えるように。わかってるっつーの。だけど結局戦うことになるんだから同じじゃねえか。状況によりそうとも言えませんが、今ここで話しても仕方がありません。準備が良ければ鎌倉に向かいますが、よろしいですか？いつでも OK です。私も大丈夫です。聞くまでもねえだろ、さっさと行こうぜ。私も問題ありません。では出発です。闇雲に行動しても影光を見つけ出すことはできない。ただいたずらに時間を浪費するだけだわ。それに宗楽学長が語ってくれたことが全てだとは思えない。きっと隠された何かがあるはず。それが何か分かるまで宗楽学長を、ミリアさんを信じることなんてできない。真実を見極めるためにも木さんに支援を要請しましょう。誰も出ない。緊急時の秘匿回線に誰も対応しないなんて。気のせいならいいけど、なんだか胸騒ぎがする。荒玉、来た来た、待ってたぜ。荒玉ちゃんたち、たっぷり愛し合おうぜ。各自戦闘準備、荒玉を殲滅する。瀬戸内知恵、動きに精細さが欠けていますね。何か問題でも？何も。だけどさっきから顔色が悪いよ、大丈夫？心配してくれてありがとう。大丈夫よ。本当？何かあったら遠慮なく言ってね。何もできないかもしれないけど力になるから。美穂ちゃんは優しいわね。ちー姉にはいつも助けられてばかりだもん。たまには恩返しさせてよ。私も頼ってください。瀬戸内さんにはいつもお世話になってますから。すみません、私にできることなんて何もありませんよね。そんなことない。二人とも頼もしくなってお姉さん嬉しいわ。仲間なんだもん、困った時は助け合わなきゃ。そうだよね、復帰。何こっちに話振ってんだ、知るか。知ろうよ。今よりもっと仲良くなれば連携も取りやすくなって、もっと楽に戦えるんじゃないかと。そうそう、今清香がいいこと言った。関係ねえよ、私は自分のやりたいようにやるだけだ。復帰、もっと心を開こうよ。ああ、もううっぜえな、あっち行け、しっし。仲間か。だけど美穂ちゃん、ごめんなさい。私は彼女のことをそんな風には思えないの。少なくとも今はまだ。やっぱり木佐と連絡が取れない。明らかに異常事態だわ。嫌な予感がする。一体今何が起きているの？
子さんも早く先に行け。高子さん、茜様を頼む。残念。神社にいた当時はどうした？当時？あれが？全然手応えなかったんだけど。はあ、でも、このお刀を持ってた人は、ちょっとはマシだったかな？さとみ！やるの？そんな状態で？待っててあげようか。必要ない！ノロに頼っているようなトジに負けはしない。あっそう。みんな無事でいて。こんな時に一度、モクさんに連絡を。みんな、どうしたらいいの？今の私に何かできることは。ダメ、何もできない。モクさんに何が起きているのか知ることさえ。どうしたのですか？相変わらず動きに精細さを感じません。何を焦っているのです？何でもないわ。私に対し不信感を抱いていることは理解できます。ですが今は行動を共にする仲間、問題を抱えているのなら放ってはおけません。仲間？少なくとも私はそう思っています。そして力になりたいと、それでもなお口を開きたくないのであれば、朝倉美穂のや他の仲間を頼ってみてはどうです？一人では解決できない問題も、誰かに相談することで糸口が見えるものです。ミルヤさん。話があるの。みんな聞いてくれる？なになに？ジネどうしたの？改まって。ミルヤさんに対する不信感は拭えないけど、それでも仲間だと言ってくれた言葉は信じられる。それに優先するべきはモクサであって、私の個人的な感情は邪魔でしかない。今は全て飲み込まなきゃ。まず最初に謝らせて。みんなにずっと黙っていたことがあるの。ごめんなさい。なんだ、お菓子の食いすぎで太ったのか？そういえばなんだかおっぱいがさらに大きくなったんじゃねえか？あのそういう雰囲気じゃ。もっと真面目な話だと思いますけど。まるで私がふざけてるみたいじゃねえか。で、何なんだよ、父。めんどくせえからさっさと言え。私がこの調査隊に入ったのは偶然じゃないの。ある組織の意向のもと、私はこの調査隊に入ったの。ある組織？知念、何の話？折り紙機がこれまで行ってきたノロを使っての実験、その実態を長船は探ってきたと話したのを覚えている？うん。それじゃあその組織っていうのは長船のこと？正確にはその源流たる組織、モクサよ。モクサは折り紙ゆかりの率いる変革派に抗い、お刀と都市のあるべき姿を取り戻すために結成された組織。私はそのメンバーなの。
つまりどういうこと？テロリストってことだろ。テロ？え？私をテロリストだと思うのは自由だけれど、ノロを使った実験をはじめとした折り紙ゆかりの振る舞いの方こそ問題があるとは思わない？さあな、ぶっちゃけ父親が何者でも私にはどうでもいい。それであなたは調査隊に入り、モクサに情報を流していたのですね。駿河のもとへ我々を導いたのもモクサの意向ですか？ええ、そうよ。折り紙ゆかりが何をしているのか、何をしてきたのか、あなたたちに知ってもらうために、私はこれまで多くの嘘をつき、あなたたちを騙してきたの。チーネ、自分の選択に後悔はないけど、そのことだけは胸が痛むわ。自分勝手な言い分ね。あなたが何者かは理解しましたが、なぜそれをこのタイミングで告白したのかが分かりません。両親の呵責に耐えかねてというわけではないのでしょう。一体私たちに何を望むのです？もう何時間もモクサと連絡が取れないの。こんなことは過去に一度もなかった。明らかに異常事態だわ。今何が起きているのか知りたいの。だからみんなに力を貸してほしい。それが私の今の望みよ。これまでしてきたことを考えれば受け入れられないと言われても仕方がないわ。だけど、でも。いいよチーネ、私はチーネを信じるよ。今まで嘘をついてきたのかもしれない。私たちに隠し事をしてきたのかもしれない。でもそのことを胸が痛むって言ってくれたチーネの言葉、それを今ちゃんと正直に話してくれた。そのチーネを私は信じるよ。ご当主様が何を考えてるのかは知らないけど、荒玉を利用するなんてやっぱり間違ってると思う。みんなが嫌だって言ってもチーネ、私は力を貸すよ。私もです。仲間が困っていたら助けるのは当然ですから。もちろんフッキーもいいよね。言ったろ、私は父親が何者でもどうだっていいって。私は荒玉と遊べればそれで満足だ。もしそれを叶えてくれるってんなら、父親がどこの何者だろうと関係ねえよ。ありがとうみんな。ミルヤさんは？特にここ最近のご当主様の動向を考えると、今の状況のままご当主様を信じ続けることは難しいでしょう。それこそ大荒玉と何らかの因果関係があるのではと疑ってしまうほどに。とはいえ決断を下すには情報が少なすぎます。それらを集め確信を得ない限り、どちらの味方もできません。ですからモクサの言い分も聞かなくてはいけないと判断します。いいでしょう瀬戸内知恵、あなたに力を貸しましょう。ありがとうミルヤさん。礼には及びません。ただ自分がそうあるべきと判断しただけなのですから。それで、もうこんな大切な話の途中に現れるなんて、荒玉も空気読んでよね。確認します。モクサの現状を知りたい。それが瀬戸内知恵、あなたが望む最優先事項ですね。ええ、間違いないわ。モクサがどれほどの組織か全容は分かりませんが、話を聞く限り決して小さな組織ではないのでしょう。ならば他にも諜報活動を行っている構成員がいるのではありませんか？その中で今最も近く、そして所在が明らかになっているものにコンタクトを取ることを推奨します。あ、その手があった。今最も近く、そして所在が明らかになっている人。ダメね、気ばかりしていてそんな初歩的なことに考えが至らなかったなんて。あの人なら何が起きているのか把握している可能性も高い。みんな青戸館に向かいましょう。